今日はね、今日もちょっとドッキリっぽい感じで行くんですけど、なかなかちょっとびっくりすると思うんですけど、ちょっと待っててね。これマジこの日のためにずっと開けなくて待ってたんだよ。やばい。うわ、すげえ。これバレるかな。だけど俺はいけると信じてる。うわ、毛やば。どんだけ毛落ちる。うわ、やばいやばいやばい。え、毛落ちがやばい。ちょっと待った。というわけで今回は、こちらのゴリラのコスプレでね、ゴリラドッキリをしようと思います。はい、ちょっとやばいんで外で撮ろうか。これやばい、毛落ちが。あ、でもぽいな、ぽいな。これ多分、これ多分顔が一番の問題だと思うんですよね。ブサイクすぎでしょ。うわ、やばい。首が見える。おー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 おおお、すごい、怖いぞ。やばい。うわ、ペペペペペ、毛がめっちゃ抜けるんですけど。というわけで今回はこちらのゴリラを使って、ま、後輩をね、ゴリラ襲撃ドッキリをしようと思います。ペッペッペッ。もうダメだ、顔毛だらけでなんか集中できない。ペッペッと、いつも僕がドッキリを仕掛けてるんで、ちょっと今回はタクミがマサキを呼んで撮影をしています。で、タクミとターゲットがその動画を撮っている時に、後ろから俺がゴリラの格好をして茂みからガーって現れる。で、結構撮影しに行く場所が動物園の近くなんで、その事前にターゲットになんか動物園からゴリラが脱走したよみたいなこと言っといて、ターゲットはゴリラが脱走してると思ってるんですよ。一発ね、あいつの頭の中を一回真っ白にしてみたいんでね。この顔はないと思うけど、まあまあまあ、動物園が近い、ゴリラが脱走した、でゴリラが現れたらもう一発で本物だと一瞬でも思えば、もうビビってうってもう失神すると思うんで、今回は綺麗に決めようと思います。はい、というわけでカメラの設置が終わったんでゴリラに着替えます。で、さっき自分で撮ってて思ったんですけど、首が見えるから首だけ黒いテープで先に黒くしときます。よし、まあこんなもんでいいでしょう。よし、じゃあちょっとゴリラに着替えます。はい、一応今連絡が来てもうすぐ来るんで、ちょっと来るまで待機してます。恥ずかしいな。ちょ、 T シャツも脱いじまおう。あったかい。一発勝負だから緊張してきたんですよね。首元でもぶっちゃけしゃがむかな、あんまり意味ないんですよ。はい、というわけでもう多分2人が来るんで、僕はもう茂みの後ろに隠れます。地獄を見せてやるぜ。お前ゴリラ出てきたら本当に怖いからね。隠れます。じゃあまた後で。あ、知ってる、あれ日本平の動物園最近脱走あったらしくて。そうだから、なんかね、何が逃げたの、まあ、詳しいこと知らんけど動物出たって言って、めっちゃ笑うって。よし、待って、カメラ回すよ。じゃあやりますか。やりますか。こんにちは。こんにちは。社長と僕とまさきと3人でバイク持ってるんで、はい、今日はちょっとバイクについての動画を撮り、俺こっちで乗ってたのがそんなになかったんで。あ、なるほど。で、持ち帰ってから蛍光管ずっとそれなんで。ああ、だから多分こっちもそんなに測ってなかったんですよ、あの最初。なるほど。の乗り出し1000キロぐらいまでは。うわっ、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 ドッキリ大成功。よっしゃ、決まったぞ。 Welcome back.
cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donesco colore. というわけでお前ら今回は俺の勝ちだ。イエーイ。すごいびっくりした。本当にびっくりした。本当にびっくりした。